もともと趣味が趣味で釣りをやっててですね、うん、それを社員に振る舞ってたんですよ、はい、海鮮丼って言ってましたね。そうです、海鮮丼振る舞ってて、それがちょっとこう凝っちゃってですね、うん、ネタとかシャリにも凝り始めて、はい、提供してるとすごく評判良かったんで、ワンちゃんいけんじゃないかな結構いいとこまで来てんじゃないかなってことで始めました握りはどう学んだんでしょうか。全部 YouTube YouTube、はい、YouTube ですね。はあ、はい、あとはまあ実際お店、うん、寿司食べるの好きだったんで、はい、お店に行って職人さんが握ってるのを見たりとか、はい、まあ、YouTube で見た動画をいろいろ見てれば、まあ、やり方自体は分かりました。